ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今回ね、このグリーンズフリーっていうね、ノンアルビールが当たっちゃいました。ありがとうございます。はい、驚いたのが、原材料ですね。ここにね、香料が入ってないんですね。はい、一番搾りもね、用意しました。はい、比較するために買ってきました。飲みたいだけなんですけど、はい、私はね、そんなに飲まないんで、ノンアルビールをいつも飲んでます。で、じゃあちょっと飲んでみましょう。はい、奥に映ってるのはね、チーズハンバーグですね。はい、注ぎました。はい、真ん中あたりでちょうど泡とね、ビールが分かれましたね。そうしたら横にいる妻がなんか注いでくれるみたいで、はい、泡がね、溢れるぐらいついてくれました。危ない、危ないですよね、これね。こぼれちゃうところでしたね。はい。飲みながら、はい、注がれてます。あれ、まだ注ぐの？あー、全部なくなっちゃった。じゃあ、これでね。ごくごく飲みます。はい。泡がね、なんかなくなりましたね。はい。美味しいですね。すごい。これ、めちゃくちゃうまいですよ。ほら、原材料も香料を使ってない。すごい。これはすごい美味しいですね。ビールとね、同じ味ですね。でも酔わないと。で、まあ私はね、アルコールあんまり飲まない派なんで、まあ、このね、ノンアルビールはとっても美味しいですね。ビールとね、ほとんど同じ味ですよ。まああんまり飲まないって言ってもね、ちょっとね、若い頃ね、結構いっぱいビールは何種類もね、飲んでましたんで、はい。だいたいね、味がね、ビールの味っていう感じがしますね。ということで、もう一杯いっちゃいましょう。はい、注ぎ終わりました。はい、いい感じの泡とビールですね。はい、こうね、渡したら、あー、注がれる、注がれる、注がれてます。飲まなきゃ。ちょうどね、お肉がね、当たっちゃったんですよ。なんでね、感謝してね、ちょっと焼肉でいただきたいと思います。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、目玉焼きも焼いてます。はい、グリーンズフリーね、とっても美味しかったですね。この泡がね、いいのと、あと味がビールに近いというところがね、とってもいいですね。あと原材料がね、やっぱり安心ですね。今までね、オールフリーとかね、ドライゼロとか、あと01なんかを飲んでたんですね。だけどね、もう今回の、飲み物で当たったんでね、このラッキーな感じをね、このままずっと何言ってんだろう。まあいいや。グリーンズフリーにね、これからハマっちゃいます。はい。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。